EF65 型2060号機が廃車となりました。JR 貨物は、今日4日、EF65 型2060号機を含む3両を、大宮車両所へ廃車改装しました。EF65 型は、国鉄が1965年に開発した平坦路線向け直流用電気機関車です。1979年までに308両が製造されています。老朽化が進んでおり、現在では EF210 型などの代替車両の導入により置き換えが進んでいます。今回廃車となったのは、2060号機、2063号機、2065号機の3両です。このうち、2060号機は、1060号機として、1977年2月に、東洋電機と川崎重工にて申請されました。落成時より、新鶴見機関区所属となっています。現在では、塗装は大宮更新色となっており、EF65 型では、貨物更新色として最後まで残った2両のうちの1両となっていました。2017年8月に最終全検を迎えてから、約6年、今年11月29日の8572列車をもって運用から離脱しました。そして、今日4日に、2063号機、2065号機とともに大宮車両所まで無動力改装されました。今後、廃車解体となる見込みです。2060号機のほか、同時に2063号機も廃車になったことで、EF65 型電気機関車から貨物更新色が全廃となります。貨物更新色は見納めとなり、残る新鶴見機関区所属の EF65 型は国鉄色のみとなりました。新鶴見機関区所属の EF65 型は、あと20両が残るのみです。これで、12月4日の KAB ニュースを終わります。